どうもこんにちは。龍凡です。冬季伝2。久しぶりだ。もうね、実況自体がちょっと久しぶりな気がするんだけどね。生放送じゃなくてね、ちょっと実況っていうのは久しぶりでございます。はい、今回はですね、私、女王様になりたいと。ね、もう、仕込み鞭を使って、女王様になりたいんです。で、この女王様になるにあたってね、差し当たって、3つ大きくね、クリアしなくちゃいけない課題が、あるのかなと。で、まずは、武器。ね。何の仕込み鞭を、使えばいいのかなっていうのをちょっと考えないといけない。やっぱある程度ね。うん。で、次、何の御霊を、チョイスすればいいのかなっていうのも、やっぱりちょっと考えざるを得ないかと。うん。で、最後。私男なんで、女王様にはなれないと。うん。いうことなんですが、ここはね、もう、声でね、やっていきたいと思うわ。もう実況中ずっとこれでいく。うん。という形で、一応3つの課題を用意して、1つはね、3つ目はもう解決してるんですが、1つ目と2つ目に関しては、やっぱりどういうものかなっていうのをちょっと調べまして、自分なりにね、これだったらいけんじゃないかな、みたいなのをちょっとピックアップしてみましたので、ちょっと皆さんにね、紹介したいなと思います。で、一応これはね、リスナーに結構教えてもらった、ものなんですけど、調べたら書いてありましたけどね。まず仕込み鞭って何だいっていうところからなんだけど、冬季伝でさ、ご存知の通り、武器がすごくいっぱいあります。で、何の武器使ったらいいのか、または、ちょっと覚えるのがだるいと。新しいの使うとね。もう、だって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11種類ですよ。わかんないよね。うん。そういう感じでね、ここにね、拡大されて。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい。そういう感じでね、覚えるのを、だるかったけど、なんか使う、強いのそもそも、仕込み鞭って何なのっていうところから、調べたところ、一応ね、特徴としては、やってみました、私も。うん。で、一応鎖鎌とか、スキルの組み方によってはね、どっちがどっちっていうのは変わってくるけど、かなりね、意識しないでも、スキル構成を意識しないでも、鬼ちぎりがすごい早く溜まるという特性があるみたいですね。うん。戦い方にもよりますけど。はい。で、それが、まずありますと。で、あと空中戦ができる武器ですね。他の武器で言うと、双刀、ね、剣が2本のやつね。双刀と鎖鎌、あと薙刀、になるのかな？なんか、他にもありそうだけど、ちなみに、今回、冬季伝2は鬼の手があるので、ある程度の、一撃二撃ぐらいだったらね、他の武器でも空中戦はできるっちゃできるんだけど、ここで言う空中戦は、二撃目以降、コンボを打てる武器というのことを、指して、定義しています。という、そういう意味では、このね、鎖鎌じゃない、仕込み鞭の方も、空中戦ができる武器であるということですね。という特性がありますね。で、これらを補っていくように考えていけば、いい武器が作れんじゃないのみたいな。これね、冬季伝極みの初心者道場みたいなね、やらせていただきましたけど、そこでも、説明しましたけど、自分が何やりたいのか、この武器ってこれはいいけど、ここがちょっと嫌だよねっていう、その嫌だよねを消していくようにスキルをつけていったりとかすると、自分だけの、御霊構成っていうのが出来上がるんだよっていう話は多分したかと思います。してないかもしれないけど。で、まずね、はい。武器なんですけども、一応私はね、この鬼を倒しに行くぜっていうやり方はあんまりしないですね。やっぱり適当にその辺散策するか、または、無限討伐、いわゆる遺跡調査とかね、ああいったところに行くので、やっぱりね、無属性の武器じゃないと、辛い。で、辛い。なんで属性とかそんな関係ないじゃんって、思いたいとこなんですけど、この冬季伝はね、属性によるダメージ、効果というのが非常に高いんですね。属性で攻撃すれば、ものすごいダメージを与えることができる。つまり、属性が間違っていたりすると、この字の攻撃力ね。例えばこの月下畜というね、名前の武器ありますけど、これは攻撃力が144で、天属性が237とあります。で、これを持っていって、火の属性が弱点で、天の属性に耐性が、特にない、関係ない鬼に持っていくと、144のこの攻撃力で戦わないといけないんですよ。ね。で、天が弱点の鬼いたかどうかはよくわかんないけど、とりあえずね、のやつを倒すと、まあ、どういう計算軸になるのか公開されてないので、厳密にはわからないけど、144、攻撃力144に対して、この弱点属性ボーナスが237ね、この数値の値が何かしらの計算で、合算されて、で、総合的なダメージとなって、鬼に当てることができるということなので、強いと言われてるんですね。なので、属性、この属性でいく、この属性でいくっていくと、水の属性が出てきたり、天の属性が出てきたりすると、これ地の攻撃力144で戦っていかないといけない。って考えると、やっぱり無属性で攻撃力がある程度あって、回収力もあってみたいなね、その辺の武器を選ばざるを得ないんですよ。うん。で、これは、なんでこれを俺は選んだかっていうと、やっぱりまあさっき言ったように、無限討伐ね、遺跡調査とか、あとその辺のフィールドをね、ウィーっつって遊んで、まあ、その辺のいろんな敵と戦うっていう想定をしているので、もう属性に左右されない、この武器にしましたと。でちなみにこの武器は、ホムラ、ね、キャラクターのホムラと仲良くなって、もらえるアイテムで作った武器ですね。の、一回打ち直ししてますので、まあ、一応最強の状態かなプラス12なんでね。という武器を使ってます。はい。うん。まあ、回収力高いのがちょっと特徴かもしれませんね。ちなみに、武器改造ね、清丸とか、やつは、全部会心力に振ってます。で、この会心力なんで俺武器のね、改造を会心に全部振ったかっていうと、気力を回復する、空中戦ができるという武器なので、気力を回復したい。うん。で、この後スキルの説明に入りますけど、会心が発生すると気力が回復するっていうスキルがあるんですね。で、それと関連づけるために、こちらの武器の会心力を上げたということですね。うん。で、ちなみに、1個しかもらえない、ホムラの武器、俺全部攻撃に振っちゃったんだけどっていう人は、一応救済策として、武器屋さんに行って、これもう一回作ろうとすると、足りない方のアイテム、なんだろうな、誰だっけ、ホムラからもらうはずのアイテムを、万能石っていうやつで、確か使って作れるはずなんで、会心寄りの武器と攻撃寄りの武器っていうのを2種類作れて、ラッキーじゃんっていう、前向きに捉えましょう。なんかね、はい。で、ですね、で、この、チョイスなんですけど、これすっげえ悩みましたよ。ものすごい悩んだ。もう仕事中に調べて、うわーこれどうにかなんねえかみたいなのをツイートしてたぐらいね。まあ、最低ですけどね。いいんだよ、最低で。はい。で、次はこっちの方にね。御霊。はい。源頼光ですね。攻撃力上昇と、渾身強化猛攻と、鬼打つ定め。変な組み合わせなんですけど、まずこいつはおまけです。で、これ、正直言ってこれもおまけなんだけど、これですね、闘志を、持っている御霊を集めたっていう感じですね。で、闘志というのは、さっき言った通り、会心が発生すると、気力が回復するという効果を持つスキル。全般のことを指します。で、これは鬼打つ定めという、源頼光特有の固有スキル、複合スキルって俺は呼んでるんだけど、ユニークスキルっていう人もいるね。うん。俺は複合スキルの方がいいかなと思うんだけど、まあいいや。このね、複合スキルですね。会心が発生して、気力が回復するというのが闘志なんですけど、それにさらに武器ゲージ増加量が上昇するというね、さらにね、この、無知。ね。仕込み無知の必要なものを2つも持ってるスキルをこいつ持ってるんですよ。なので、ちょっとぜひやりたいと。で、だからといってね、残り2つどうなのっていう感じするけど、あとアビリティって本当に分かりづらいよね。うん。まあいいや。ちなみにアビリティっていうのは、確か、この辺かな？この戦闘スタイルこう、鬼払い中記録回復速度が上昇して、記録消費中でも回復するよっていう、これがアビリティっていうらしいです。うん。ちょっと分かりづらいですね。で、それが、これを、こいつね。こいつをつけると、それが増幅するんだけど、あんまいらねえかな、という感じで、攻撃力上昇と、渾身強化、猛攻という形ですね。はい。で、次。毘沙門天。ね、これも悩みました。まず、一番上、天眼。鬼ちぎりで与えるダメージが増加すると。これはちょっと必須かなと。で、こいつまだね、育ててる最中なので、熟練度がまだレベル0の状態です。なのでね、レベルが上がっていくと、満月っつってね、ずっと言ってるうっせんだけどね、神様だからあんまりね、文句言うとバチ当たる。で、軍人将来強化のちぎり円、軍人将来強化、鬼ちぎりを当てると、軍人将来中にね、軍人将来の効果時間が長引くよっていうやつですね。これね、正直これもゴミ。ねえ、まあいい。これ。はい。武神の矜持。会心が発生したら、同じですね。武器ゲージ増加量が上昇して、与えるダメージが増加すると。いうことですね。で、ここで、闘志がどうしてもね、3つ揃えると、どうしてもね、めんどくさいことがあって、もうこうせざるを得なかった。毘沙門天が最後に悩んだやつですね。これ残念でした、本当に。まあまあ、ちょっと妥協してるんですよ、今回。頑張ったんだけどね。はい、次。猿田彦。天元。天眼じゃねえんだ。天元だ。鬼ちぎりで与えるダメージが増加する。ですね。で、英霊の激励と。回心が発生した時に玉振り使用間隔を短縮しますと。いうやつですね。まあ、別にこれなくてもいいかなって感じ。うん。でも、これしかないみたいな感じだね。で、まあ、これはつけることによってね、玉振りバンバン使えるんでいいんじゃないですか。で、これですね。攻撃の途中で玉振りを使用できるようになって、発生したら、記録は回復すると。これ素晴らしいスキルですね。俺が欲しがってる闘志がある。さらに、コンサがついてるってことですね。玉振り使用中に、玉振りが、攻撃の途中で玉振りを使用できるというね。というスキル構成で、まあちょっとやってみたんですけど、うん。他の武器と結構普通な感じに戦えるかなっていう印象がありまして。まあ、いっかなーっていう感じですね。はい。で、こういうですね、スキル構成、本当に楽しいのは、本当に人それぞれでね、あと発見力ね。こっちとこれを、こういう風にして、やれば、こういう角度で便利だよっていうのに気づく人とかさ、そういう人の、やっぱ他の人のっていうのは、やっぱ他人っていうのは脳みそがね、全然作り違うから、発想が違うんですよ。他人っていうのはね。なのでね、他の人の意見っていうのはぜひね、取り入れたいところですね。なんか自分はこうしてるぜみたいなね、ものがあったら、ぜひちょっと参考にね、させていただきたいので、コメントに入力とか、ぜひお願いします。はい。じゃあね、これをちょっとやっていくんですが、さっき俺テストでね、神羅号やったら結構簡単だったんで、大天魔がちょっと厳しいかもしんないね。ちょっと頑張るか。よし。じゃあ、はい。マナズルがいれば。はい。マナズルとね、イケメン2人に囲まれて、じゃあ行ってくるぜ。はい。じゃあ、俺のね、大体いつもね、こいつの、こいつが練習相手になるんだけど、これ当たんないやつだね。当たんないね。はい。で、今回、ちょっと、普通に戦わずに、俺もね、やっぱりこれを使えるようになりたかったので、練習しました。操作方法とか。でせっかくね、練習したんで、ぜひね、ちょっとこれはまあ、共有しながらやっていこうかなと思います。まず、ムチしばきですね。ムチしばきは四角ボタンを、連打。1、2、3、4、怖いよね。何発だ全部で ?1、2、ちょっと、うざいの俺を狙うのやめて。ほんと、毎回おめえはよ。1、2、3、4。何この4回目でこいつは攻撃してくんの？ 1、2、3、ちょっと待って待って待って。1、2、OK。3、4、4ですね。4連続の攻撃があるということですね。で、次が、三角ボタンですね。三角を押すと、こんな感じで、見えますかね？変なのついてるの、足に。あれが、ちょっと痛い。ツボですね。あそこに、疲労回復のツボがあってね。これを刺すことによって、鬼の力が増幅させる。ふざけるのはやめましょうね。はい。これは苦内と言いまして、まあ、刺さってんですよ。苦内っていうね、刃物を、この無知に仕込んである、刃物をね、投げて、で、刺してやると。で、全部で6本刺さります。なので、無駄にね、うらーっつってね、6本以上やっても、最初に刺したものの順番から消えていくので、あまり意味ないですね。っていうか、無駄ですね。はい。で、あ、やっちゃったね。で、今、俺がやったのが、刺したくない。あれ実はね、起爆装置がついてて、爆発するんですよ。うん。ちょっと1個でやってみますか。よ。爆発したね、今。ちょっと分かりづらいね。足でやってみるか。足。まあ、いいか、いっぱい刺すか。で、四角長押しをすると、こんな、しばきをすることができます。で、このしばきをすることによってね、ちょっと待って、見えねえんだよ。はい。このしばきをすることによって、あれ？はい、今ね、見えづらいんだけど、あれ爆発してるんですよ。これは食らうね。あ、いいね。はい。こうやって、いくよ。ドーンと今ね、ピンクの煙みたいなの出たと思うんですけど、あれが爆発のエフェクトですね。で、これが発生すると、なかなかね、面白いんですよ。ルールというか、鎖釜じゃねえや、仕込み打ち。これを爆発させると、その爆風を利用して、上に跳ね上がることができるんですね。見てください。はい、こうやって。で、これが、空中戦に移行する時に利用しても良いとされているものですね。空中戦に移行するのは何でもいいんで。はい。で、とりあえず爆発して上に飛ぶんだぜっていうことだけはね、伝わればいいのかなと。あと今俺前に飛んだけど、これ後ろに飛ぶこともできるんで、こうやってね。うん。さらにね、なんか入力することによってもっと大きく飛べるんだけど、あんま使わないかな。なので、ちょっと気になる人はね、指南の方やってみた方がいいと思います。で、次に、この鬼にね、ほらっつってこう、つなげることができるんですよ、これ。で、これね、これも空中戦の、前準備としての行動としていいですね。で、つなげた後に四角ボタン、おいってやると、鬼に向かって飛びます。正直ね、痛い。鬼の手の方が速いから微妙っちゃ微妙なんだよね、ほら。こっちも速いんだよね。これみんなどうしてるってちょっと思うんだけど。どうしてる？まあいいや。っていうのが一つと、あとは、鬼にこうやって、外れてる。区内がね、ちなみにそう、ロックオンしてても、区内外れるんで、こうやって、違うとこ打てばね。ちゃんとね、左スティックで位置を調整してやってくださいね。間違えた。で、ちょっとついね、頭が手前にあったので、やってしまいましたけど、これ面白いんですよ。この、クナイが刺さってる状態で、刺して、バツボタンを押すと、爆発するんですよね。これ気持ちいいんですよ。あんま使わないけど、好き。なんか気持ちくない？ 1、2、痛いなぁ。ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、一応7本つけとこうね。爆発。あれ？痛いな。やめて。消えちゃうでしょ。あれ？なんでな。2回やっちゃいけないのか。あ、なるほど。で、さらに分かった。バツボタンを2回タタンって押すと、爆破をキャンセルすることができますね。本当に離す。ってことですね。へえ、知らなかった。失敗したと思ったらね。うー、怖っ。おお。で、たたん、ほら。で、1回だけやると痛い。1回だけやると爆発ね。っていう感じですね。で、ちなみに、俺ちょっとね、説明するの忘れちゃいましたけど、三角ボタンで、区内投げるじゃないですか。一応ね、エイムモードっていうのがあって、こうやって、三角ボタン長押しすることで、長押ししてる間、こういう風になります。で、離すと、打つ。で、もう一回押さえると、こうなると。で、心なしかね、速い気がするんだけど、多分スピード変わらないはずなので、普通にね、普通にこうやって打ってるのと、変わらないで、速い気するんだけどね、多分変わんないはず。気のせいだと思う。うん。まあ、お好きな方をって感じでね。よく動くやつとかは、まあ、先を打ってもいいんだけど、まあ、俺はあんま使わないかな。うん。操作はね、なるべく、まあ、シンプルな方がいいんでね。うん。はい。で、これが地上戦って感じですね。で、空中戦やるんですけど、まあ、基本的にはね、空中戦の方がシンプル。あんまりなんか考えなくていいんで。まあ、それはね、腐れ釜も同じなんだけどね。これで、飛びかかって、ダーンと、あれマジかい。あれ爆発した?あ、してないよ、してない。オッケーオッケー。空中で、四角ボタン、あ、やべえ、これはね、食らうね。オッケー。あー、うざいの。オッケー。で、空中で三角ボタン連打、四角長押し、三角ボタン連打、四角長押し、基本をね、この繰り返しでもね、十分戦える。あ、で、鬼ちぎり、もう説明しておきましょう。ある程度ね、ある程度、区内は、狙った方がいいのかなって思うのが、これ。こうやって、あら、生意気。OK。今、左腕に1本刺さってますよね。で、ちょっとこっちの方から鬼ちぎるときに、これで、一応ね、鬼ちぎりを大体の場所を狙うことができるんですよ。で、なんで大体っていうふわっとした言い方かというと、絶対にそこを破壊するわけじゃないから。例えば、左腕が重なってしまったら、今俺右腕、ね、ここ狙ったでしょ。ただこいつのポーズで、左腕がスッて前に出てきたら、当然、左腕が、ね、鬼ちぎり当たって壊れると。なので100% そこを、魂のさ、なんだっけあれ、凝縮して爆破させるやつ。あれみたいに、絶対にそこをね、爆破するみたいなものじゃないってことだけ注意してください。で、空中戦なんですけど、まあ、基本ね、まあ、こうやって、上に上がる手段は何でも構わない。もうぶっちゃけ鬼、あ、間違えた。鬼の手で上がっても構わない。鬼の手で行って、ここからスタートでも OK。はい、四角、違う、三角、三角、三角、四角。ね。これでも OK。で、基本ね、これはね、鎖釜ほどじゃないかもしんないけど、あ、そう。で、遠く離れた時は届かないんで、あ、マジか。遠く離れちゃったら届かないので、鬼の手でね、こうやって、結構ね、鬼の手はかなり使う武器だなっていうふうに思ってます。うん。で、鬼の手で引き寄せたりとか、あと、ちょっと中距離だったら、鬼の手を使わなくても、これね、元々のあるね、これ、なんだ、無知で接続して、これ名前があったな、そういえば。とばりだっけちょっと書いときますね、下に。これ。で、こうやっていって、ただ俺はね、やっぱり、鬼との距離を詰めるだけだったら、鬼の手をおすすめします。なんでかっていうと、すべての武器に共通する操作方法だから、新しく覚えなくていいんですよ。で、逆に、これを慣れておけば、他の武器でも、操作を共有できるので、操作方法がね、同じなんで、困ることがないんですよ。だからね、俺はね、鬼お手での近づきをおすすめするかな。うん、で、この、これを使うときにで爆発させるってやり方来るね、これ。で、爆発させるやり方は、俺は、接続して、ね、これ刺して、これで、で、バツボタン押して爆発っていうやり方は、気持ちいいんだけどね、気持ちいいんだけど、あんまやらないかなっていうイメージですね。やっぱり、どうせならね、どうせ爆発させるんだったら、近づいて、で、無知で、バーンって起爆させて、空中戦に移行した方が、得かな。うん。でね、これやってるとね、めっちゃ面白いの、空中戦が。これ、もう、ずーっとこうですよ。あ、で、やべえって思ったら、まあ、なんだろう、このムチでね、後ろ、あー、後ろ止めなかったね、今。OK。で、後ろ向きにバーンってこう、ひっくり返ってもいいですし、あー、ちょっとね、わかった。鬼の手のデメリットは、気力が少ないと、発動しない。それがね、ちょっと、まずいかもしれない。ちなみにこれ地面に刺さったやつは、あ、爆発する。いいじゃん。OK。はい。こんな感じかな。うん。鬼ちぎり、鬼の手のね、鬼羽振りに関しては、まあまあ、今まで通り他の武器と同じなんで、大したことじゃないですね。はい。という感じで、またこれ、ハマっちゃいましたねっていう、感じでした。ね、やっぱりまあ、新しい武器使うと、大変ね、なんかリセットされる感じがするよね、このゲーム。うん。まあ一応ね、お見せしておくと、まあこんな感じでやってますと。で、ただね、スキルに関しては、気力がちょっときつかった感じですね。で、鬼ちぎりに関しては、ね、マルチをね、意識すると、多分ね、鬼ちぎりをバンバン打つっていうのも、まあいいかもしれないんだけど、まあ死なないとか、不良の事故を起こさないっていう方がいいかな、そっちの方が大事かなって思うと、記録がゼロになってしまったことにより、なんだろうね、うん、記録がゼロになったことによる、事故のことを考えた方がいいのかなと。すると、俺は、投資はやっぱりどっかで入れといた方がいいのか、3つね、入れといた方がいいのかなーって今、少し反省してるかなっていう感じですね。皆さんはね、どのようなスキルの組み方を、してますでしょうか。まあね、実は鎖鎌じゃない、無知ね、全然使ってませんっていう人に関しては、まあぜひね、これを機に、まあ、俺のこの、ね、見たま、スキル構成で、こちらをちょっと参考にしてもらって、まずはこれで使ってみて、で、いや、これとこれとこれいらないよ。ね。で、どんどんいいのをね、ブラッシュアップしていくっていうやり方も、俺はすごく良いと思いますのでね、ぜひ、やってみてはいかがでしょうか。それでは、最後までご視聴の方ありがとうございました。またな。